はい、こんにちは、前澤です。今日はですね、変化球の解説をしようと思ってまして、その変化球なんですけども、スラッターのですね、解説をしていこうと思います。僕がですね、決め球として使っているこのスラッターなんですけども、結構ですね、奥が深いボールなので、そのあたりをお話ししていこうと思っているのと、あとは具体的な投げ方のイメージですね、このあたりもお話しできたらいいかなと思っております。はい、スラッターなんですけども、ボールとしてはどういうボールかっていうと、基本的にストレートと同じような球速帯ですね。ストレートより少し遅いぐらいの球速帯で、普通のこうカッター、ちょっとこうボール半個1個分ぐらい横に曲がるようなカッターではなくて、スライダーのように、空振りが取れるぐらいの大きさ、曲がっていく球になります。なので球速がありかつしっかりと曲がり幅が出る球になるので、空振りも取れますし、カウント球としても使える、結構万能なボール。ストレートと同じような軌道から曲がっていく、落ちていくっていうボールになるので、非常にストレートと理想がしやすい球になっています。スラッターがですね、どういう回転をしているかっていう話で言うと、基本的にはジャイロ回転をしているんですね。こんな感じでですね、ボールがジャイロ回転をしています。でボールがジャイロ回転をするとどうなるかというと、バックスピンの時、ストレートのバックスピンの時っていうのはこういう回転をしてるんですけども、この時っていうのはこの上方向にマグナス力が働いて、揚力が発生して上がっていく軌道になるので、ホップしていくような変化を生み出すので、球が落ちないんですけども、ジャイロ回転っていうのはこのホップの成分がなくなるので、このまま自然落下するんですね。自然落下していく、なので縦に落ちていくというような軌道になっていきます。縦に落ちるような成分をさらにプラスすることもできて、例えばこの真正面をジャイロ回転しているようなボールから、ややこのキャッチャー側ですね、キャッチャー側に軸が傾くことによって、トップスピンの成分が入るので、より縦に落ちたりします。逆に今度はですね、このジャイロの軸を上に傾けると、サイドスピンの成分が入ります。横回転の成分ですね、横回転の成分が入るので、正面にこうやって向かっていくと、こちら側のピッチャーから見て左側の変化量が出てくると。なのでジャイロスピンの軸が上にずれると、横回転、横の変化量が大きくなるというような感じです。僕のスラッターは、基本的に何種類かあるんですけども、少しサイドスピンをかけに行く場合には、横系のスラッター、まっすぐ下に落としたい時には、ジャイロのスラッターですね。でよりですね、縦の成分を強くするために、少しトップスピンの成分を入れられるように、ジャイロの軸を左に傾けですね、ピッチャーから見て左に傾けると、今度はトップスピンの成分が入って、より縦に落ちると。この、3種類を、使い分けているというような感じになっています。それぞれちょっと使い方だったりとかは、バッターの癖とかを見ながら、使い分けたりとかしますし、あとはシチュエーションですね、空振りを取りに行きたいとき、強い打球を打たせてゲッツーを取りたいとき、その時のですね、バッターの軌道と合わせながら、シチュエーションも考えて、どのスラッターを使うかっていうのを決めているというような感じです。肝心の投げ方なんですけども、僕はストレートをこういう風に握ってまして、こんな感じですね。で、スラッターに関してはここからもうシンプルにですね、この中指の位置に人差し指を持ってくるような感じです。こんなイメージですね。ボールの右半分を持つような形で、ストレートを指1本分ぐらいずらすと、ボールの右半分を持った状態を作るということですね。投げ方なんですけども、投げ方は基本的にストレートとほぼ同じ投げ方をしていきます。ストレートとほぼ同じようにリリースをしていくんですけども、この握りはすでにボールの右半分を持っているような状態なので、このまま普通にストレートを投げるだけで、リリースのイメージはこういう感じなんですよ。
もう一回やります。ここからこういう感じです。ボールの右半分を持っているおかげで勝手にジャイロ回転がかかるような握りになってるんですね。ミソなのはジャイロ回転をこういう風な感じでかけに行ってはいけないんですね。かけに行ってしまうと手首がこうひねるような形になるのでボールがこう抜けてしまいます。発射した時に発射角が上になっちゃうんですよ。なので一回浮いて曲がるとか一回浮いて落ちるっていうボールになってしまうのでストレートと同じ軌道になってくれません。なので、ポイントはストレートが、まあ、おそらく、まあ、オーバースロー、スリークォータースローのピッチャーはこうボールの上からですねガツッと、押し込んでると思うんですけども、それと全く同じようにスラッターも上から押さえ込みます。上から押さえ込む。なので変化球なんですけども絶対に浮かせない、最初の出だしを浮かせないっていうのがすごく大事です。プラス、スラッターっていうのは球速を出せるものなので、例えば僕とかだとスラッターで130、一番速いので138とか、まあ、そのぐらい出せるので、まあ、ストレートの球速からだいたい 7,8 キロぐらい差があるような感じなんですけども、それ以上ちょっとですねスピードが落ちてしまうとあまり有効なボールではない。要はストレートとの偽装がしづらくなってしまうので、ストレートと同じようなスピードに強度を保つためにどうするかっていうと、強くボールに対して、厚くリリースをしなきゃいけないですね。リリースでやりたいのはボールをしっかりとキャッチャー方向に強く押し込む、強く押し込む、もうストレートと一緒です。これができると速く強くかつしっかり曲がる球に、しっかり落ちる球になってくれるというような感じです。まあ、ボールっていうのはその通りの回転がかかっていれば勝手に曲がったり勝手に落ちたりしてくれるので、回転をかけに行く投げ方をするのはカーブだったりとかそういった明らかにこうトップスピンで投げ方を変えていくようなボール以外、こういったスライダー系の球っていうのはその意識っていうのがすごく重要ですね。回転は勝手にかかるものにしておいて、しっかりとスピード強度を出していくためにストレートと同じような同じ腕の振りをしていくというような感じでございます。以上、スラッターの解説でした。ぜひ皆さん試してみてください。では次の動画でお会いしましょう。